はい、どうも中村です。ということでですね、本日9月29日日曜日、時刻が夜の8時10分となっております。場所は、近鉄日本橋駅付近になっております。またいつものようにですね、Uber Eats オンラインにしていきます。で、今日はですね、何をするかと言いますと、まあ、単純にクエストがですね、20残ってるんですよね。なので、今から20件。Uber Eats 配達をしたいと思います。で、20件配達するのに、今、まあ、夜の8時12分ですか。ね、20件やるのに何時間かかるのか、やってみたいと思います。あと、まあ、件数、ですね、ダブルですね、ダブル、1144円5キロ。これは、取りますけど、あれですね、何でしたっけ、レーダー。取れるかどうかわかんないですけど、確かお届け先が北の方だったように思います。ちょっとレーダーって若干焦りますよね。早押しっぽい雰囲気で。あ、もう取られへんかったかな。無理っぽいですね。で、ですね、だから件数をですね、20件いかないといけないんで、まあ、できたらショートとかで行きたいところですけれども、まあ、値段によっては全然ロングでも行きますよという感じでやっていきたいと思います。まあ、1時間に3、ダブル1568円10キロ44分。この花お届けか。この花はちょっと遠いか。これはちょっと一回やめときましょう。今のもレーダーですね。で、またレーダーやな。ダブル8キロ。これもこの花区ですね。もう一個レーダー来てますね。1268円ダブル。ちょっと待ってくださいよ。あ、普通のリクエストが来てます。771円19分ですね。くら寿司取りました、これは。はい。くら寿司道頓堀店ですね。あ、そうか。ここは歩いていかなあかん感じですかね。多分ね。まあ、向かいたいと思います。まあ、店自体はね、すぐ近くなんですけど、まあ、ここをですね、歩いていかなあかんわけですよ。これいつも悩みますよね。もうここに止めていくのか、押していくのか。まあ僕は押していきますけど。はい、向かいましょう。はい、くら寿司到着です。くら寿司の看板はあるけど、どこや。あ、くら2階か。ウバイツです。3キロ D です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、お届けに向かいたいと思います。お届け先は西区新町で、1. 何キロ ?2 キロ弱ぐらいとなっております。いや、やっぱさすがに、日曜の夜は道頓堀、やばいな。はい、ということでですね、まあまあ、1軒目すんなりなってくれました。で、一応目標としてはですね、まあ、1時間3軒やったとして、3721、まあ7時間以内ぐらいで終われたらいいかなと思うんで、まあ8時過ぎから始めたんで、9、10、11、12、1、2、3、3時までには終わりたいなっていう感じですね。9、10、11、12、1、2、3、そうですね、 3時ぐらいまでには終われたらいいかなと思います。まあ最悪でもね、4時までには終わらないと、クエストがね、クリアできないんで、3時から4時の間ぐらいまでには終わりたいと思います。はい、なっております。443円、札幌スープカレーで、お届けが中央区旧法寺町なんで16分434円、これは取りましょう。はい、で、もうお届け先すぐ近くなんで向かいます。はい、今ですね、1軒目が早速ちょっとトラブルが発生しております。なんかで どうしたらいいんだろうな、これ。なんかお客さんがキャンセルしたはずやと言ってるんですよね。今ですね、チャットでちょっとやり取りをしたら、エージェントにおつなぎしていますということでですね、8本って出てるんですよね。これは8分待てということでしょうか。これはなかなか厳しいですね。次2件目取ってもうてるんだよね。てか、これあれですよね、もしも廃棄になったら寿司邪魔やな。結構でかい寿司なんですよね。一応今ね、12分タイマーが、終わって、まあ、これで配達終了もできるんですけど、これ配達終了すると多分このお客さんに料金かかるんですよね。でもお客さんは
注文してないって言ってるんですよね。とりあえずでもこのエージェントにつながるまで待っとかなかもな。このまま待機するにしようか。今もう8時55分ですね。やばい。いや、これですね、このエージェントにつながらないですけど、その間にお客さんからどんどん先の人がメッセージ入れてきて、あれ？でもあれか、メッセージ入れてきてるということは、注文の画面になってるということやよな。どういうことや。一回戻って、一回戻ったらこれまたなあかんような気すんねんけどな。お願いします。いつも頼んだ時にはちゃんと注文できてる場合はアプリ上に準備中になってるんですが、2回ともそれになってなくてキャンセルって出ました。正式には別のところで頼んだのがエラーか何か分かりませんが、別のところで一度頼んだのにキャンセルになって、そこでもう一度頼んだらまたキャンセルになったので、そちらで頼みましたが、なぜかその前にキャンセルになってるものがなくなってなくて、さっきかっぱ寿司から届きましたね。くら寿司と思いきやキャンセルだったはずのかっぱ寿司から届いて、くら寿司と被ってしまってる感じですね。何回か頼んでるのはミスはないんですが、なんかアプリの表示がおかしいのが被ってしまってます。どうしたもんかな。わ、違うわ、これキャンセルしまった。お客さんの方でキャンセルしたんか、これ。ということはやで。あー、よかった、入ってる。入ってるけどじゃあえぐいて、時間が52分かかってるけど、ちょ待って、これ、調整ついて2080円になってるけどやね。だからもうすぐ行かなあかん。札幌スープカレー。これね、お店はもうすぐ近くなんで。で、はい。ちょっと、とりあえず向かおう。やべえ。やばいやばい。まずこのね、でかい寿司をどうするかっていうのと、あと、この次の人がね、めっちゃ、待ってるんで、まあ、とりあえずこれ、速攻で配達しましょう。はい、スープカレーのお店到着ですと。よいしょ。あ、ウーバイツです。5AC です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品を受け取りました。お届けに向かいたいと思います。お届け先、2.2 キロとなってます。いや、しかしちょっとこれマジで1時間ロスしてんのやばいな。20件行かなあかんのに。てか、もう寿司どうしよう、食べようかな。さっきの配達ですけれども、注文したけど準備中にならなくて、まあ、配達員が決まる状態にならなくてキャンセルになってると思ったんですね。まずかっぱ寿司に注文して、キャンセルになってると思ったと。ほんで、そっからくら寿司を注文したと。で、そしたらかっぱ寿司がもう届いたと。そのキャンセルしてるつもりやったかっぱ寿司が届いたと。だから、その次のくら寿司はいらないですよっていうことやったみたいなんですけれども、それはちょっとね、もうややこしいので、はい、これだからお客さんの方にね、もう時間ないんで、もしよかったらキャンセル、お金かかるけどキャンセルしてくださいっていうメッセージを入れて、だからお客さんがキャンセルしてくれたのか、ちょうどサポートともね、やり取りが、継続してたんで、サポートの方でキャンセルしてくれたのか、どっちかわかんないですけれども、キャンセルになって、でもまあキャンセルになったけれども、料金は調整金込みで2087円。になってましたね。あ、うわ、ちゃうか、やばい。これ、あれですね。金額は2087円ついてくれてるけど、ゼロ件になってますね。配達完了してないから、クエストの一件がカウントされてないです。これはやばい。今からだから20件ですね。この、今運んでるのが1件目になりますね。さっきのはゼロ件。わ、やばいな。1時間使ってゼロ件か。きついな。もうでも調整金ついたから、もうなんかクエスト多分ね、クリアしても1000何本やったと思うんですよね。もうええかという気になってますけど、まあ一応ね、20件頑張りましょう。あ、ウーバイツです。はい、今ですね、商品お渡ししまして、次ね、もう一回止めてるんですよ。寿司をね、なんとかしないといけないんで、食べちゃいましょう。結構ね、場所を取るんだ、寿司が。で、今の2件目もですね、結局、だからピックに行くのにめっちゃ時間
かかったじゃないですか。だから調整金ついて1000いくらかになってるんで、今3000なんぼになってますね。全然ね、まあ嬉しいような、あんま嬉しくない。すごいね、映ってるかな？めっちゃ多いんだよ。はい、食べ終わりました。ゴミはちゃんとね、ここに入れてるんで、その辺に捨てたりはしてないんで、はい、もう一回改めてね、オンラインしましょうか。今時刻がですね9時43分となっております。9時43分で今一件ですね、ならないですね。もうそろそろね、世間は閑散期閑散期と言い出しておりますが、やっぱりそうなんですかね。この日曜日の夜の、まあ、まだ10時前なんで、鳴るときはねすごいどんどん鳴ってたんで、鳴る時間ではあるんですけど、最近はやっぱちょっと鳴り悪いんですかね。まあちなみに今またね、難波方面に向かっております。今またですね、日本橋のあたりに戻ってきたんで、この辺でちょっと待機したいと思います。鳴るまで、さっきのトラブルがあって干されてるとかはないですよね、多分ね。なんか全然鳴らないんで不安になりますね。はい、レーダー来ましたね。583円19分取りましょうかというか、一応、押しましたけど、あ、ちゃちゃ普通に来たなこれ。588円19分、 4.1 キロ取ります。高井座難波店ということで、これ何屋さんやろうな。高島屋の近くですね、おそらく。はい、向かいます。これはでも結構あれですね、歩かなしゃあないとこですよね。位置関係的には商店街の中なんで。はい、ダブルプラス305円14分がなってますね。どうしようか。ダブルでもこれ遠いな、ピック先がな。まあでも取るか、取っとこう。取ります。もう件数稼がなあかんのでね。あ、ありましたね、タピオカ屋さん的な感じか。あ、ウーバーイーツです。E47 です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、1軒目のお店商品受け取りまして、次2軒目が北浜ですね。距離3キロとなっております。向かいます。ちなみに2軒目が森岡冷麺というお店になっております。はい、到着です。ここですね、ここの5階ですね。向かいたいと思います。ウーバイツです。54BB です。あ、これこれですね。はい、これも、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、今ですね、2軒目も商品受け取りまして、お届けに向かいたいと思います。お届け先はもうここから1キロないぐらいのところです。1軒目のお届けが、タピオカですね。お届けに向かいたいと思います。ウーバイツです。はい、今ですね、ダブル1軒目の商品をお渡ししまして、次2軒目ももう1キロないぐらいなんで、すぐ終わりますね。向かいましょう。ウーバイツです。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、1.7キロ、13分、320円、マクドナルドですね。これ申し込みましょうか。レーダーですねこれ。あ、いけましたね、マクド。あ、もうすぐ近くにあるんか。で、なんか今クエストが4件いけてることになってますね。最初の1件加算されてるんかな。地下鉄谷町4丁目店ですね。向かいます。もう多分ここ曲がってたところにあるはずなんですよね。好きだ。 ありました、マクドナルド到着です。ウバイツです。 D8 です。はい、はい、今ですね、商品を受け取ってお届けに向かいたいと思います。お届け先が、上本町で距離 1.5 キロとなっております。ちなみに今時刻10時44分となっております。確か8時過ぎから始めたんで、9、10、11、もうすぐ3時間っていうところですかね。2時間半ぐらいか。
2時間半で、今5軒目のドロップに向かうところです。はい、今ですね5軒目商品配達完了して、時刻10時54分となっております。次はなってないですね。846円23分、小柄屋からの上東区か、 6.6 キロ、もう取るか、上東区遠いな、まあ、遠いけどいいや。小柄屋さんですね、これどこ、黒門のとこかな多分。そうですね、きっとそうだと思います。向かいたいと思います。もう、お店まではもうすぐ近くなんで向かいます。このもうすぐそこですね。よいしょ、ここもね一通なんで歩かないと。はい、小柄屋さん到着です。ウバイスです。7-0D です。はい、今ですね商品を受け取りました。お届けに向かいたいと思います。お届け先が城東区で、距離が 6.6 キロとなっております。ちょっと遠いですけれども、13分となってますので向かいます。あ、小林です。あ、待たしました。はい、ありがとうございます。はい、なってますね。10分、320円のローソン東中本、まあ、城東区ですね、取りましょうか。もう多分すぐ近くなんじゃないんですかね。はい、すぐ近くですね。ローソン向かいます。今時刻が11時22分で、7軒目のピックに向かってるとこですね。はい、ローソン到着です。ローソン東中本1丁目店ですね。あ、ウバイツです。A です。はい、ありがとうございます。はい、今ですねローソンの商品をお預かりして、もうお届け先はねすぐですね。はい、あ、ウバイツです。あ、お待たせしました。ありがとうございます。はい、今ですね7軒目の商品をお渡ししまして、次なってないですね。時刻11時31分となっております。あとだから4時間半ですね。4時間半で13軒行かないといけないですね。はい、レーダーですね、677円、21分、北区西天満お届けですね。取りましょう、取りましょうというか、あれですね、なんかしましたけど取れるかどうか分かんないです。まあでも大体取れますよねこれね。はい、取れました。松屋森の宮店ですね。ですね、もう次の信号あたりかな、向かいたいと思います。はい、松屋到着です。ウバイツです。B0 です。はい、ありがとうございます。あ、これも、あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取ってお届けに向かいたいと思います。お届け先が西天満で、距離が5キロとなっております。9分って出てますね。あ、ウバイツです。はい、今ですね8軒目商品をお渡ししまして、次になってないです。時刻11時59分もう12時ですね。あと4時間、あと4時間で、12件配達しましょう。はい、今ですねちょっとオフラインにして、トイレを探す旅に出てたんですけれども、トイレが全然全くないんですよね。さっきからもう行くコンビニ行くコンビニ全然トイレがなくて、夜は特にね貸してくれないんですよね。やっとトイレ借りれた。ローソン西天満3丁目店、ありがとうございます。よいしょ。さあ、じゃああと12件頑張りましょう。12時27分です。630円、21分 6.2 キロ、これはでもね、淀川越えるね、これはちょっとやめときましょう。
淀川越えちゃうんで。はい、またですね、日本橋のあたりで、ちょっと鳴るのを待ちたいと思います。またちょっと動いてみましょうか。はい、レーダー来ましたね。886円雨村からの、いやいやいや、淀川区か、10キロ。いや、これはやめときましょう。あ、これもあるね。心斎橋から、あ、これは申し訳ない、338円、 2.8キロ。あ、これ別でなりましたね。323円15分。中央区なんで、これ取って、もう安いけど件数ですよね。もう行かなあかんからね。絶品手羽と唐揚げ馬手羽屋心斎橋店ですね。もう1キロもないところみたいです。ここまっすぐ行ったところか。はい、向かいます。いやー、やっとなってくれましたね。もうしばらくもううんともすんとも言わなかったんで、まあこれを皮切りにですね、後半戦じゃんじゃんなってくれると嬉しいんですが。確かここはあれですよね、メニューで一回行ったことあるな、フードファクトリー、ここっすね。ウーバーイーツです。4です。あ、はいはい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、お届け先に向かいます。お届け先が中央区で、距離2キロとなっております。今時刻が12時58分ですね。夜1時ということで、234、あと3時間ですね。頑張ります。そういえば今日はあれですね、あんまり数珠ってないですね。ちょっとちょこちょこ間が空いちゃってますもんね。これもね、もうそろそろお届け先近いんで、次なってほしいとこなんですけどね。マジか、また出ないっすね。嘘でしょ。このね、10分タイマーからなんで12分タイマー、この2分何なんでしょうね。またまたなあかんのか。ダメですね、応答がございません。これ今日もう無理やな、20件。はい、12分経ちましたね。どうしよっかな。はい、今ですね、商品廃棄確定ということでですね、もう終了しました。なんかね、マンションのそのね、エントランスっていうか、オートロックの前とかに置いておくっていうのもね、部屋番号が書いてあるんで、そういう意味ではないと思うんで、あれですよね、マンションの入り口に置いとくっていうのもあれなんで、はい、廃棄になります。いや、もうゴースト店の廃棄とかあんまりいらないっちゃいらないんですけど。まただから結構これ時間食っちゃいましたね。みんなはどうしますか、この場合。マンションで、オートロックが開かない、でも置き配なんですよ。だからまあマンションの入り口に置き配するのか、もう廃棄にするのか、どっちなんでしょうね、みんなは。はい、なりました。523円20分スタミナ丼で、何枠ですね、取りましょう。満腹スタミナ食堂南千葉店ということですね。これほんまにそうかな、なんかもしかしたらゴースト点かもしれないですけれども、まあここから、もうすぐでですね、1キロもないぐらいなんで向かいます。この辺りなんで、やっぱそうですね、はい、到着です。ウバイツです。4QC です。あ、ありました。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取ってお届けに向かいたいと思います。お届け先何枠で、3キロとなっております。もう本当にね、
これ置き配じゃなくて受け渡しなんで出てきてほしいですね。スッと行きたい、スッと。12分タイマーはねなかなか長いですよね。だって12分タイマーが2回やるとあれですよね、24分無駄に使ってるわけですからね。はい、続いて鳴ってますね。ですね、ちょっと待ってくださいよ。504円、対象からこの花か、対象からこの花はこれはちょっとやめときましょう。またナンバーの方戻りたいんで、とりあえずもう近くなんでこれ配達しちゃいましょう。まあ、鳴ってほしいのは鳴ってほしいんですけどね、ちょっとこの花の方とか行くと、そうですね、まあ行ってもいいけど、いやでもあれやな、ナンバー近郊でやりたいな。あ、小林です。はい、お待たせしました、ありがとうございます。さっきのお客さんがですね、まあ、僕今日現金オフにしてるんで、普通に現金案件じゃないんですけど、たまにやっぱりね、その財布持ってきてこうお金出そうとする人いるんですよね。あれ不安になりますよね。あれって、もしかしたらね、ウーバーアプリ自体がねあんまり信用できへんから、もしかしたら現金案件ですかみたいなね、後で引かれたりとかしたら嫌やなとか思いながら、だいぶ昔にあったような気するんですよね。なんか現金じゃないつもりで終わったけど実は現金でしたよみたいなバグがね、あれ怖いですよね。だから財布を持ってこられるとちょっと不安になりますね。はい、とりあえずまた難波に戻ってきました。なってないです。さっきの廃棄の食べましょうかね。なんかおにぎりやったような気がするんでね。あ、手羽先的な感じですかね。とおにぎり、あ、レーダー来ましたね。518円19分心斎橋西区、はい、一応申し込みましょうか。いけるかな。はい、いけましたと。カラカラ東心斎橋店ですね、向かいます。はい、ようやく10件目が鳴りましたね。時刻2時20分となっております。これもう20件無理っすね。そう、ここをね左折したいんですけど、タクシーがもうえらいごっちゃごちゃになってるな、これ。カラカラ、あ、ここですね、カラカラ東心斎橋店さん。どこにバイク止めようかな。ウバイツです。 BSC です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取ってお届けに向かいます。お届け先西区で、距離が3キロとなっております。ウバイツです。はい、レーダーですね、320円13分、阿波座と西区なんで一応申し込むか。はい、申し込みました。はい、取れました。ドミノピザ阿波座店向かいたいと思います。300m。はい、今ですね、商品をお渡しして次ドミノピザが鳴りましたんで向かいたいと思います。時刻2時40分となっております。ドミノピザこんな時間にもやってるんですね。ここですね。はい、ドミノピザ到着です。ウバイツです。C0 です。はい、ありがとうございます。はい、まあですね、商品受け取ってお届けに向かいます。お届け先南堀江で、1.4 キロとなっております。はい、まあですね、11件目商品をお渡ししまして、次になってないです。時刻2時55分で、レーダー入りましたね。ダブルの962円 6.1 キロ、福島道島、まあ2件か、一応申し込みました。いけるかな。はい、いけましたね。あ、小柄屋のダブルですね。PDD ですね。小柄屋の福島店ですね、向かいたいと思います。距離が、9分 3.1 キロとなっております。
さっきハイキのやつ食べたんで、お腹が膨れて眠たくなってきましたね。もう3時ですもんね。あと1時間。あと1時間で10件とかいけるわけない。まあ今回はですね、ちょっと20件いけないということでですね、まあ4時までやって終わりましょうかね。もうそろそろこの辺り、これか。これですね。小柄屋さん到着です。ウーバーイーツです。おはようございます。はい、今ですね、商品受け取ってダブル1件目が、西区のお届けで 1.5 キロとなっております。向かいます。はい、今ですね、ダブル1件目の商品をお渡ししまして、2件目はお届け先堂島で、距離もまあ1キロぐらいですかね、向かいたいと思います。はい、次になってますね。379円17分北区お届け、福島から北区ですね。もうこれ取ろうか。もうどんどん取ろう。はい、とりあえず、今のやつをもうね、近くなんで、配達しちゃいましょう。はい、今ですね、ダブル2件とも商品をお渡ししまして、次ですね、魚丼の、お店ですかね、福島店ということで、もうすぐ近くなので、向かいたいと思います。ここですね、到着です。はい、あ、ウバイツです。CF です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、お届けに向かいたいと思います。お届け先が西天まで、距離2キロとなっております。はい、なってますね。320円10分、北区、まあ、取ろうか。とりあえず取って、これお届けまずしてきましょう。すいません、お待たせしました。はい、今ですね、商品をお渡ししまして、次がローソン天神橋、2丁目店さんですね、向かいたいと思います。もうね、250メートルとなっております。で、今時刻がですね3時50分で、これが多分15軒目になるのかな。もしかしたらこれで終わりか、あと1件するかぐらいですね。もう4時なんでね。押しボタン信号やった。長いと思った。はい、ローソン到着。あ、ウーバーイーツです。DB です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取ってお届けに向かいたいと思います。お届け先はもう、500メートルなんですぐ近くです。で、今ちょうどね、4時回りましたね。これが15件目ですかね。無理でしたね、20件がね。で、まあ本当はですね、まああと5件やってね、20件やりたいとこではあるんですけれども、今日ね、ゴミの日なんですよね、うちが。ゴミの日で家帰ってゴミ出さなあかんので、もう帰りますね。まあまた別の日にね、改めてこう何件やるのに何時間かかるかみたいなのをね、やろうかなとは思いますので、はい、とりあえずこれ配達、ね、まだ終わってないんで配達しちゃいましょう。はい、今ですね、商品をお渡ししまして、今日の配達これで終了したいと思います。ちょっとですね、結果だけ見ましょうか。ですね、4時回ってるんで、今日っていうか、30日のところに1件先の分が入ってますね。1件入ってて、で、昨日の分で、昨日のというか4時までの分で14件あるんで、だから15件ですね。合計15件の7時間10分で、6分が、30日の分に入ってたんで、7時間16分稼働で15件配達ということになります。で、13,49円になります。だから、ですね、最初の分がですね、まあ、もともとが771円で、調整金がついて2087円になってて、で、その時にもう2件目も取ってたんで、2件目も調整がつくんで、ですね、434円が1269円になってると。で、あとは、もう一個廃棄になったやつがあって、
たんで、これかな、これも323円だったのが、12分待ってましたからね、708円に調整がついてるんで、まあそんな感じでね、なんやかんやで、まあクエストはねちょっと達成しなかったんですけど、まあ15件で13,349円で、あれ消してるはずやねんけどな、消してるはずやねんけど来たな、ちょっと待ってや、あ、消してなかった、はい、オフラインに、今オフラインにしましたね、はい、まあそんな感じですね、はい、7時間16分稼働15乗車で、13,349円という結果になりました。はい、ということでですね、最後までご視聴ありがとうございました。またですね、あの Uber Eats 関連の動画いろいろやっていきたいと思っておりますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。